さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。さあ今日はこちらです。また新しいスカート買っちゃいました。早速ね、今日はこのスカートをお披露目してみたいと思います。今から楽しみです。じゃあ着替えてきますね。それでは着替えが終わりましたので、カメラの前に立ってみたいと思います。では新しいスカートお披露目です。行きます。はい、どうでしょうか。はいというわけでね、今回はですね、こんな感じの、チュールスカートを買ってみました。私がいつもメインで履いてるピンクのスカートも、まあ、チュールスカートなんですけど、まあ、あれとはまたメーカーがちょっと違うのでね、質感とか違うんですけども、思いのほか、うん、いいじゃない。ちょっと回ってみます。はい、こんな感じです。どうでしょうかこれは これでまたいいですよね。はい、というわけでね、このスカートは、前から欲しかったスカートだったんですけども、たまたま見ていたらですね、ちょうどタイムセールになっていてですね、600円ぐらいかな、安く買うことができました。で、色も6色展開だったんですね。で、6色の中で私これ買ったのはブラウンなんですね。で、ブラウンか、あとはブラックかライトブラウン、そのあたりでね迷ってました。ピンク系はもう持ってたので、こういうねちょっと濃い色、まあ、これからの季節に合うような秋冬に向けたこういう暖色系の色で、何かいいかな、どれがいいかなってずっと悩んでたんですけども、まあ、まだ持ってなかったこういうブラウン、茶色い色のスカートはまだ持ってなかったので、今回はこのブラウンのスカートを選んでみました。可愛らしさとなんか上品な感じも兼ね揃えた感じがあっていいですよね。こんな感じですいやー、ほんと素敵ですいいスカート買ってよかったね。はい、もう一回回っちゃおうはい、というわけで今日はまたこれだけの動画なんですけども新しい、スカートを購入お披露目とさせていただきました。これからね、だんだんね、秋そして冬に向けてね、こういう暖かい色がね、いい季節になってきますね。というわけでね、今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバイ。